じゃあ、つもりです。皆さん、腕立て伏せって何回できますか？大体10回ぐらいで腕がだるくなって続けられなくなる人は多いかなと思うんですけど、まあ、中には1回もできないなんて人もいてると思います。トレーニングは回数と適切な負荷っていうのが大事なので、人によっては腕立て伏せ自体がすごいハードなトレーニングになってしまいます。腕立て伏せに必要な筋肉、主に使う3種類があるんですね。1つは胸筋です。胸筋は中央の胸骨から腕までついている筋肉です。胸筋自体はかなり分厚くてパワーを発揮しやすい筋肉になっていて、腕を寄せる、こういった動きをするために筋肉を使います。2つ目は三角筋です。三角筋っていうのは肩関節自体を覆うような筋肉で、前側、サイド、後ろと肩関節を取り囲んでいます。三角筋はそれぞれ腕を上げたり後ろに上げたり前に上げたりするんですけど、押し出す際にはこの前の三角筋の部分をメインで使っていくことになります。もう一つは後ろの上腕三頭筋っていう筋肉です。上腕三頭筋は肘を伸ばしたり腕を後ろに反らしたりする筋肉なので、腕をぐーっと押し出すっていう動作の際にはかなり負荷がかかってくる筋肉になります。これらの筋肉が共同して腕立て伏せっていうトレーニングを行えるんですけど、その3つのうちの1つでも筋力低下が起こってしまうと、他の筋肉がトレーニング効果を得られる前に自分だけ疲れてしまって、せっかく頑張ってトレーニングしているのに効率の悪いトレーニングにどうしてもなってしまいます。腕立て伏せのできない人、腕立て伏せが苦手な人のまず最初に行うべきトレーニングっていうのは上腕三頭筋のトレーニングになります。基本的に日常生活で何かを持ったりとか引き上げる、その際にはこっちの上腕二頭筋、力こぶの部分の筋肉を使います。ですが肘を伸ばす筋肉が上腕三頭筋なので、何かを押し出したりとかすごいこう肘を伸ばす際にこう負荷をかけるっていう日常動作では少ないんですね。なので上腕三頭筋っていうのはあまり使われてない、筋力としてもあまり発揮することができていません。なのでそこを意識的に鍛えることで腕立て伏せやったりとか日常パフォーマンスを上げることができます。この上腕三頭筋のトレーニングのメリットっていうのは腕立て伏せ以外にもあって、二の腕の引き締めの効果だったりとか、この上腕三頭筋の厚みですね、厚みはこの二頭筋、前の筋肉よりも分厚いと言われているので、かなりパワーを発揮しやすい筋肉なんですね。なのでそこを鍛えることで代謝をアップすることができます。でもう一つは心筋梗塞などの心臓血管系のリスクをかなり減らすことができることがメリットです。それで上腕三頭筋を単独で鍛えるためにはどうしたらいいかっていうところなんですけども、ダンベルプレンチプレスっていうトレーニングがあるんですね。ダンベルプレンチプレスっていうダンベルを後ろ手に持って肘を伸ばすトレーニングです。できるだけ上腕部を動かさずに肘だけで動かしていきます。余裕があれば伸ばすだけじゃなくて戻していくときもゆっくり下ろしていきましょう。だいたい10回ぐらい行っていきます。ダンベルフレンチプレス自体は本来両手でやるものなんですが、慣れてくると片手の方がやりやすいと思います。ダンベルフレンチプレスを行うときに使う重り、どれぐらいがベストかっていうのは、最初はペットボトル程度でいいと思います。500ミリのペットボトルから始めて少しずつ負荷を上げていってください。上げる目安はだいたい10回が限界だなと感じる程度の重さがベストだと思います。だいたい体重の 50% の重さが上半身の重さと言われています。僕やったら体重が60キロなので上半身で言ったら30キロなんですね。30キロの重さを、まあ、単純計算に上腕三頭筋、三角筋、胸筋
3箇所で各筋肉にかかる負担は10キロずつですよね。それが両方にあるので、片方の上腕三頭筋の必要な筋力は少なくとも5キロは必要になってきます。ただ最初から5キロするっていうのはかなり負荷がきついですね。慣れない人には負荷がきつい。ダンベルとかなければカバンとか使っていくと筋肉が少しでも負荷をかけてトレーニングしていくと腕立て伏せができるようになってきますので、目安は10回を3セットぐらいなんですけど、慣れないうちは10回だけで構いません。ぜひ腕立て伏せ頑張ってみてください。今日はこのところで。